今日は松山駅からのスタートですが、ちょっと時間がありませんので詳しいことは後で。朝ごはんは駅の改札の横でじゃこ天ぶっかけうどん、愛媛の名物。これがじゃこ天、雑巾のような色をしていますがかなり美味しいです。列車の出発まであと6分。おはようございます。まあここでこのシーンが出てるからわかると思うんですけど、列車には間に合いませんでした。ここは予算線の松山駅です。今日は2019年9月の10日。今日からですね、JR 四国3日間、とりあえず特急乗り放題の切符を購入しています。ここに、ね、名前書いてあって、一応隠してあるんですけども、若者限定四国フリー切符、利用期間に制限があって、今日の9月10日から3日間が最後の利用区間となっていますが、JR 四国での、全線、乗車券とそれから自由席特急券が含まれた切符でして、特急の自由席に乗り放題となります。9800円、1日あたりの金額はおよそ3233円、それぐらいだと思いますので、非常に安い。青春18切符の金額が1日あたり2400円、対してこちらは1日あたり、3300円、プラス900円で素早い特急に乗り放題となります。これはね、もう全然違います。このおかげで四国の旅を非常に効率よく円滑にすることができるのです。こんなに安くお買い得な切符を用意してくれるのは JR 四国だけです。本当にね、ありがとうございます。今日から3日間、まずこれから向かいますのは、香川県の県庁所在地高松ですが、この松山から乗ります特急列車潮風は岡山行きでして、その潮風号に乗ってまず岡山県倉敷市小島に向かいます。一旦瀬戸大橋を渡ります。そして、小島はですね、四国の旅とか言いながら、小島までは JR 四国ですので乗り放題ですから、小島をちょっとこうぶらり見て楽しんだ後、香川県の高松に向かうという予定です。明日は高松うどん巡りなどね、皆さんの期待することをやるかなと思います。特急乗り遅れましたね。1時間に1本だから、まあ、次の1時間まで暇なんですけど、でもね、あの駅のうどん屋さん美味しかった。時間ギリギリだけど、いやこれは食べないで行くのはあれ美味しいんだよなと思って行ったらね、やっぱり美味しかったんで、うどん食べなきゃ間に合ったんですが、まあ、乗り遅れてもうどん食べた方が正解だったなと。なんでそんなに悪い気もしません。岡山駅特急電車潮風何号だったかな、自由席に乗ります。この特急潮風号はまた瀬戸内海沿いを素早く走る特急列車で、景色もかなり見応えがあります。だから必ず海側の席を取るべきです。あの辺に並んでいるのは全部みかんの木じゃないか、違うかな、みかんの木だったと思うんですけどね、なんかみかんの実が並んでいるのが見えますね。さすが愛媛県。駅の売店でみかんジュースを買いました。ストレートみかん、やっぱね、ポンジュースよりこういうストレートジュースの方が美味しいですね。濃縮還元もまあいいんだけど、カーブに差し掛かると車両を斜めに傾ける高性能な特急です。昨日見た瀬戸内海、今日もよく晴れています。曇りの予報でしたが、まあ問題なく晴れ。さて今治が近づいてきました。対岸の尾道と同様ですが、こちらも造船の盛んな町、もともとお城のあった城下町でもありますし、また瀬戸内しまなみ海道や本州と四国を結ぶ拠点の一つでもありますし、またタオルの生産地としても全国的に有名ですが、多分タオルよりは造船の方が規模が大きいんじゃないですかね。このようにたくさんのクレーンが今忙しく船を作っているところです。このドックまでは詳しくは見えませんが、さっきちょっとだけね、大きな船が作りかけなの見えましたよ。多分社宅なんですよね。こんなに造船のドックでは人が働いてるってことが。またここから広島県尾道市へ向けて、さまざまな吊り橋、社長橋などをかけ、高速道路を通し瀬戸内しまなみ海道が通ります。その今治の市街地はこんな感じ。松山ほど大きくはありませんが、しかし愛媛県の2番目の町は宇和島なのかな、今治なのかな、どっちかわかりませんが、まあ、それなりの都会的な場所です。松山駅の売店で買いました。一口108円、美味しいと評判の坊ちゃん団子です。
小説のお坊ちゃん、なんだっけ、小さい頃から、バカ正直で損ばかりしてるみたいな、そんなね小説あります。私も一応読んだことあるんですが、その中にも登場するお団子、確か小説の中では一口5円と、なんか安く評判うまいというので食ってみた、そんな感じで、道後温泉の近くで売っているという設定だったようです。というか、まあ本物に売ってるのを小説で紹介したんでしょうね。外側があんこ、中側にグミのようなものが入っている通常の団子とは逆の形をしています。完全なるお茶菓子。道後温泉に入って、あのファーストクラスとかビジネスクラスみたいなやつを利用すると、お茶と一緒にこれを出してくれます。松山駅から乗り込んだ時、実は2つの列車が1つにくっついていて、石槌16号、潮風16号という列車だったんですが、この宇多津駅で切り離しになります。石槌号は四国の中だけで完結する列車、私の乗っている列車は本州新幹線でやってくる岡山へ連絡をする、こちらの方が主要な列車。一旦この列車に乗って四国を抜けます。これから日本で一番長い橋の群れ、瀬戸大橋を渡ります。あの奥に観覧車が丸まっているのが見えますが、あれが目的地、鷲羽山ハイランド、まあ、要は遊園地です。撮影のお許しはいただきました。瀬戸大橋は1988年に開通した、初めて四国と本州を陸続きにした橋で、上は自動車用、下は鉄道用として使われています。途中7つの島を渡るようにして進みます。7つだったと思うんですけどね。だから全てが瀬戸大橋というわけではなく、途中にはただの高架橋などもあります。この瀬戸大橋の上から見ても、やはり瀬戸内海は島が浮かんでいる、その数が非常に大きく、ほとんどの場所はもう島によってその先を遮られています。次の停車駅小島までは JR 四国の管内です。それから先は JR 西日本。この途中の島々にもそれぞれ恩恵があるようにと、上の本州高速からはインターチェンジによって下の島に降りることができるようになっています。ただし住民専用のインターチェンジというものも確かあったんじゃないかな。そんなことはないか。橋にもいろいろな工法があって、こちらは吊り橋ですが、真ん中に1本立った柱から左右に引っ張るようにして伸びる斜張橋というタイプの橋もあります。これより先が吊り橋区間、ここまではただの高架橋でした。これで一旦四国を離れます。瀬戸大橋ができる前、本州側は岡山県の宇野、そして四国側は香川県の高松、ここに宇高連絡船というのがあって、その連絡船を使って JR 四国、JR 西日本はそれぞれつながっていました。その時は結構時間がかかりましたけれど、今ではこの四国高松から岡山への通学なども可能になり、逆に香川県の県庁所在地が岡山県岡山市になっているのではないかといった言われまでするようです。それだけ瀬戸大橋は大きな経済効果をもたらしましたが、あまり良くないストロー現象と呼ばれる大きな岡山が、高松市を吸い取ってしまう、そんなことにもなっているようです。ここが瀬戸大橋の中で一番大きな島、与島です。ここに大きなパーキングエリアなどもあって、今日は、ね、平日ですからあんまり観光客もいませんけれど、ここで一旦高速を降りて休憩、そういう楽しみ方もある模様です。この瀬戸大橋の他にも本州と四国を結ぶ橋としては明石海峡大橋、先ほどご紹介したしまなみ海道があり、
また松山、広島、呉、そして松山、柳井、他にも、宇野と、高松の間の航路など、本当に数多く本州と四国を結ぶ交通が整っています。実は瀬戸大橋は意外とまっすぐに走っているというわけでもなくて、ここからちょっとしか伺えないかもしれませんが、先が曲がっているのもお分かりいただけます。もうこの辺りは普通に岡山県になってるんじゃないかな。あの吉島も岡山県に属する島だったように記憶しています。渡り切ったところは岡山県の倉敷市ということになっています。海岸には水島という有名な石油化学コンビナートがあります。瀬戸内海には非常に多く、この列車が先過ぎたところにもそんなものがあったんですが、特に水島の景色は立派です。見慣れた JR 西日本の黄色い電車、岡山県小島に到着です。瀬戸大橋のたもとにある倉敷市小島はジーンズの街としても知られています。すごいな、駅の階段もジーンズなら自動改札機もこんなものが貼ってある。いや、私小島がこういうので有名なのは知ってたし、まあなんか機会があったら降りたいなと思ったんですけど、なんかここまでやってるとは思わなかった。なかなか面白いですね。相当お金かかってんじゃないですかこれ。まあそんなこともないのかな、1個ぐらいね、ちょっと私のズボンもなんか汚くなってる気がするんで、これに履き替えてって私のやつここに返してもなんかわかんないんじゃないかなって気がします。京都行きの高速バスを毎日運行しております。ご利用をお願いいたします。バスで着きました。ここが和州山、さっき特急列車で通り越しました。瀬戸大橋もよく見えます。瀬戸大橋のよく見える名所として名高い和州山ですが、さらにここにある和州山ハイランドはひときわ有名です。で、和州山ハイランドというのは私も昔観光地の勉強した時来ましたけれど、こういうところか。入園料は2800円、しかしこれで全てプールなども含めて楽しむことができるそうです。まあ、2800円は今回の旅ではかなりの出費となりますが、それでも払う価値があると思ってきました。素晴らしい晴れです。なんか遊園地自体も大きな山のようになってるんですが、今登ってきた小島駅の側を見下ろしています。駅からバスで10分、帰りは 3,40 分かかるんだったかな。バスが一方通行だからです。で、早速来ました。これが世界一怖い絶叫マシンと言われる、和州山ハイランドのスカイサイクルですが、これ怖すぎるな。なんこれ、このシートベルトがあれば本当に落ちないのかな。なんかこの椅子の隙間からスルッと体が抜けてしまうんじゃないかなとも思うんですけども、これがですね、一番高いところでこの下16メートルほどあるんだそうでして、もうこの時点で乗る前からね、注意を受けましたけれど、この下に貴重品などを落とすとまず取れなくなりますので気をつけてくださいねと言われました。このコースターもまた左右に小刻みに揺れるんですよ。恐怖でしかないぞこんな。すごいなこれ。まあ大丈夫なんでしょうけど、大丈夫なんでしょうけど、あー綺麗だ、瀬戸内海の素晴らしい背景。あー結構ね、一人で乗りに来る人もいるみたい。おー、カーブに来るとね、体が外側にこう遠心力がかかってね、ここにほっぽり出されそうになりますよ。で、本当に怖いのはこれからだ。構造的にはこういうことだそうですけど、まあ、ちゃんと落ちないような作りはしてるみたいですね。大丈夫大丈夫だ。一応ね、やっぱり、こういうものをこう紹介させていただくにあたって和州山ハイランドさんに、申し入れをしているんですが、これの撮影で思ったことはもうぜひそのまま言ってくださいと、それぞれね、方の感想ですからと。まあ、私は最初に、撮影の申し入れをするときに、あんまりこう危険を煽ったりとか下手に恐怖を不必要に煽るような発言はしませんということを言ったんですけども、そういうね、寛大なことも言っていただいてるんですが、ちょっとこのガタガタする感じがまたねえ、
落ちたらこの下は松坂様ですから。石があるな。一周は3分ぐらい、入園料を払えばもう中の乗り物は全部乗れますんで、いくらでも乗ることだってできます。やっぱここが一番混んでるな。みんなここに来てるみたいですよ。ちょっとね、さすがにここまで来るとと思うんですが、まあ下を見ないで前だけ見てればね、ああ綺麗だな、さすが瀬戸大橋、本市、美山、立派な島がいっぱい並んでるよと思うんですが、下これですからね。ちょっと後でもう一周して撮らせてもらうと思うんですが、さらに片手運転というのが恐怖を煽ります。まあでも大丈夫なんでしょう多分。ここで事故が起こったって話も聞かないし、まあ諸々の基準も満たしてるんだと思いますんで、一周するとねもう一周できるかなという気もしてきます。で今ね2周目、1周目は人がいっぱいいたんですが、2周目はいないわ。瀬戸大橋の様子をじっくりとご覧に入れましょう。いやよかったよかった、今はね人がいませんのでじっくりとご紹介できます。奥に見えております瀬戸大橋、これが一番最初の橋で、奥に連なる社長橋の群れ、そして島並みがすべて、見渡せます。向こうには確か川崎重工かなんかの、あれだったかな、石炭じゃない石油ですけどね。わあ。景色はほんまに良かった、うん、待って俺もカバンカバン全部忘れろ。すごいなこれ、35時間30分1050回飲まず食わずで、2004年にここでこの鷲尾山ハイランドのジェットコースターに乗り続けた人がいて、最終的には主催者側がもうやめろと言って中止。すごいね。おーすごいな、怖いねこれね。さっきあそこにいたのかと考えますと、でもやっぱ楽しいですね。あの非常にねこの景色が素晴らしいので、よく晴れた日の瀬戸内の観光として、まあ、日本には瀬戸内海さまざまな見どころありますけれど、これもその中で、上位に入る美しさだとお伝えしておきます。他にもあんな感じバック走行のジェットコースター、いやーきっとあの上から今登ってる頃は綺麗なんだろうな。死ぬ前の最後の美しさって感じですか。四国の旅とか言いながらいきなりもう岡山に渡ってきてますけど、この小島より本州の奥地へ進むことはできません。切符はこの小島までしかありませんので、まあ、またすぐ四国に戻ります。さっき香川県の坂出を通り抜けてきました。もう一度そこを通って次は四国の快速マリンライナーにて高松に戻ります。かつて四国の玄関として栄えた高松、現在も四国の玄関という性格は残っているでしょうか。
右側にあるちょっと小さい特急列車、この間デビューしたばっかりの新型ディーゼル特急です。これ小さいですけれどもパワーはあり、また小さいですから素早く抜けることができる JR 四国最新鋭のものです。高松はかなり都会的な景色、香川県の県庁所在地岡山とわずか1時間で結ぶ快速マリンライナーは高松市民の足として大いに活躍しています。駅を出て目の前の広場、そこに立つサンポートが香川県で一番高い建物、この辺りはもともと高松港、本州岡山側宇野との連絡の船が出ているところでしたが、もう現在では瀬戸大橋ができてその連絡船はいらなくなりましたんで、このような立派な、待合広場っていうのかな、まあこんなものができているわけです。もともとは港海でした。今日高松ではちょっといいところに泊まりますよ。駅前の高松パールホテルにはカプセルルームがありまして、1泊2500円、なんとチェックアウトが12時までということになってますんで、明日の朝ね高松でうどん巡りをするんですが、荷物を置いていきたい、でもう荷物重いの嫌だからコインロッカーとかいろいろ考えると、まあ、ネット買うよりもここに荷物を置いていった方が、まあ、安いんで、安いかどうかは、まあ、同じぐらいの体力の回復にも、ね、なりますし、もう肩が痛くて、ね、しょうがないので今日はこれを利用します。動画はもうちょっとうどん巡りなど、まあ、今日のシーンが続くんですけれども、一旦ここまでといたします。